兵庫県丹波地域にある笹山層群では平成18年8月に恐竜化石が発見されました。平成19年3月より本格的な発掘調査が行われ、現在第5次発掘調査まで進んでいます。恐竜の町丹波を広く知ってもらうため、地域住民、行政など61の団体で構成される丹波恐竜哺乳類化石等を生かした町づくり推進協議会では、いろいろな活動を行っています。恐竜の化石がどんなところで出ているのか行ってみたいなと思う人にですね、それを持って歩いてもらうために、マップを作りました。マップの中から身近に恐竜を感じてもらえる施設を紹介していただきました。まずチータンの館に行けばですね、最初に出た恐竜ほかですね、実物大の模型のようなものもありますので、恐竜についていろいろ具体的にですね、ビジュアルに見て体験することができると思います。あと、太古の生き物市民研究所、そちらでも笹山から出てきた恐竜哺乳類の化石がですね、学ぶことができます。ここの太古の生き物市民研究所っていうのは、笹山市の市民の方を対象にボランティアを募集しまして、その方々に実際にその丹波竜の出た発掘現場の石をさらに割ってもらって、骨のかけらですよね、あと小さな小動物、いろんな、トカゲとかカエルとかの骨が含まれていないかを探してもらうっていう作業をしています。応募されたきっかけって何ですか？男の子がいるんですけど、イベントでこの化石発掘とかの体験した時に、親がハマってしまったというやつですね。実際にこう作業されてみて難しいとか思われる点は？やっぱり判別ですね。これが石なのか骨なのかですね、分かりませんね。楽しさっていうのは、一言で楽しさっていうのは、やっぱり見つけるという感動的なもんですよね。丹波には他にもいろいろな施設やイベントがあり、地域全体で恐竜の町を盛り上げています。恐竜化石マップを片手に化石発見の旅へ丹波を訪れてはいかがでしょうか。